バヌーの聖母、バヌーの聖母、バンヌーの聖母あるいは貧しき者の聖母とは、ベルギー、ワロン地域のリエージュ州にあるコミューン、スプリモンのバヌーに住むマリエットベコという少女に起こった聖母の出現である。1933年1月15日から3月2日まで、ベコが家族と地元の教区司祭に伝えたところによると、彼女が見た白い婦人は、自分自身を、 まずしきものの聖母と宣言し、私は苦しみを楽にするために来る。そして、私を信頼しなさい。私もあなたを信頼すると語ったとされる。マリエットベコは、聖母がご出現されたと報告した1933年には、リエージュから東へ10マイル離れたバヌーに住む12歳の少女だった。このケースによると、白い服装の婦人は、まずしきものの聖母と名乗り、私を信じなさい。 すると私もあなたを信じるでしょうと伝えた。マリエットによると、彼女が最初に聖母を見たのは1933年の1月15日の夕方で、彼女は台所の窓の外を見ていた。一人の白い服装の婦人が庭に立っていて、こちらに来なさいと呼びかけた。しかし、マリエットの母親がそうはさせなかった。 彼女はその情景を語ったところによると、若い婦人は庭で彼女に向かって微笑んでいた。その婦人は少し前鏡になり、長く白いガウンと青い帯、透明な白いベールを身につけていた。三日後、その白い服装の婦人は再度姿を現し、マリエッタに彼女が貧しき者たちの聖母だと伝えた。その婦人は全部で八回姿を現し、 その最後は1933年の3月2日だった。このビジョンの中の一つでは、ベコは夫人が彼女に小さなバネで彼女の手のひらを押すように頼んだという。マリエッタはその間にこの近隣の笑い者になってしまった。祖母やおばも彼女をからかった。少年たちは彼女の周囲について回り、ひざまずいて祝福を求めた。彼女の主張は、 監督委員会によって1935年から1937年まで公式調査を受けた。集められる証拠はさらなる分析のためにローマに提出された。一方、病院が1938年に建設された。1942年5月にカトリック教会のベルギーリエージュ地区の司教ケルコフは、貧しき者の聖母の名前のもとでの推計を許可した。 すると、1947年には、このご出現の承認が、教皇庁よりなされた。これは1949年に正式に宣言された。ご出現の後、ベコは、修道院に行かず、普通の生活を送ることにした。後には結婚し、家族と静かな生活を送っている。貧しき者たちの聖母が建てるよう希望した場所には、小さな教会が建てられた。 ベコは2011年12月2日に90歳で亡くなった。2008年に彼女はこの後出現での彼女の役割について最後の声明を次のように発表した。私はもう郵便を配達する人ではない。一旦それが完了したならば、その配達人はもう重要ではない。バヌーの聖母は二つの称号を持っている。貧しき者たちの聖母そして、 諸国の女王子の称号のもとでの祝日は1月15日である。ありがとうございます。